はい、今どこにいるかというとタイのバンコクにいます。バンコクの、サイアムの駅の近くにサイアンパラゴンというのがあるんですけど、今そこにいるところです。本日、2016年平成28年の4月の9日土曜日です。でタイアムの、ところ久々に来るんですけどね、5ヶ月ぶりのタイということで、今いろいろなバンコク市内で、いるところです。かつて、タイのバンコクに仕事で駐在したことがあるので慣れたもんなんですけどね、よくこの辺りは来てました。で今見ていただきたいのはこちらです。タイの国旗っていうのはね、まあ、これが国旗なんですけどね、このように至る所で平日であってもね、駅であってもこのように国旗が掲示されています。これっていうのは例えば日本でこれが日の丸だったらどうでしょうか。例えばいわゆる、左翼共産社会主義の人々っていうのは日の丸を嫌悪したりするわけでございます。もしくは、純粋な日本人ではなくて、例えば他のね外国の血が入っている人々、朝鮮半島の、ね、血が入っている人々とかがね、日の丸反対とか言っている人々がいるわけですけど、日本人ではない人は丸分かりですね。で、まず日の丸反対、国旗形状反対と言っている人々はまず、世界を知らない人々です。私はね、世界61カ国に、行きまして留学仕事で、長期4カ国、6年海外に居住しています。そこら辺のね、日本だけで暮らしている人々とは違います。で、いろんなところで、こういったね、のを見てきたわけですけど、国旗形状、これは当たり前のようにね、行われているわけです。これが日の丸だったら皆さん多分発狂する人もね、日本人じゃないような人がねいるわけですけど、とにかく我々が言いたいのは、国旗形状は、他国で当たり前に行われている、これが事実でございます。